どうも、241です。はい、今回は B リーグ10月の MVP を選んでいきます。はい、お願いします。今シーズンからね、毎月1回、月末にちょっと MVP を選んでいこうかなと思いまして、はい、まあ、僕ら的なね、うん、MVP ということで選んでいきます。はい、よろしくお願いします。まあ、各地区ね、東地区と西地区、それぞれ1人ずつ選んでいきますか。はい。まずは10月までの各チームの成績を見ていきますか。はい、じゃあまずは東地区から。はい、1位千葉ジェッツ6勝3敗、2位アルバルク東京6勝3敗、3位川崎ブレイブサンダース6勝3敗、4位サンロッカーズ渋谷6勝3敗、5位宇都宮ブレックス5勝4敗、6位横浜ビーコルセアーズ5勝4敗、7位秋田ノーザンハピネッツ4勝5敗、8位レバンガ北海道3勝6敗、9位群馬クレインサンダーズ3勝6敗、10位新潟アルビレックス BB 2勝7敗、11位茨城ロボッツ1勝8敗となっております。はい、まあ、ということでね、東側は本当に混戦というか、うん、上位4チームがね6勝3敗に並んで、その後も5勝4敗で、うん、もう本当に僅差って感じですよね。そうやな、うん、まあ、ちょっと候補を出していきたいと思うんですけども、はい、まあ、まずはね千葉ジェッツ首位ということで、うん、まあ、ここはやっぱ富樫選手とかね、うん、活躍してたよね。そうやな、うん、まあ、富樫選手が印象深くて、あとはクリストファー・スミス選手とか、うん、バスカンのスリー決めたりとか、確かに印象はあったな、うんうん、まあ、あとアルバルク東京もね、うん、2位にいるけど、うん、まあ、ここはやっぱりセバスチャン・サイズ選手とか、うん、まあ、カーク選手、ロシター選手っていう、うん、本当に今いろんな強力な選手いっぱいいるんで、うん、結構まあ票が割れるかなっていう感じもするしね、うんうん、まあ、川崎やとやっぱニック・ファジーカス選手、うん、相変わらず点取り屋っていうことで、そうだね、うん、あとは藤井優真選手が、うん、ディフェンス頑張ってたり、そうだね、うん、クラッチショット決めたりとかありましたね、うん、まあ、渋谷でいうとね、マカドゥ選手とか、うん、ベンドラメ選手とかね、うん、まあ、本当に去年も頑張ってた選手たちが今年も引き続き調子いいって感じで、うん、まあ、宇都宮もね今年は比江島選手、うん、すごくいい感じだし、うん、あとはゴール下のフォテル選手がな、うん、めっちゃ奮起してるしな。確かに、うん、やっぱり B コールもね、うん、今年すごい調子良くて、うん、ここまで5勝4敗ということで、うん、まあ、B コールで言うとやっぱり森川選手とか、うん、あとまあ青田選手とかね、うん、すごく調子いいですよね、うん、まあ、そんな感じかな東中から、ね、そうやな、うんうん、ファンの方にもアンケート今回取りまして、うん、まあ、Twitter と YouTube 僕らのアカウントでそれぞれ取ったんですけども、うん、ちょっとその辺の結果もね紹介できればなと思うんですけど、はい、まあ、一旦これが最終結果ですね、うんうん、まあ、一応富樫選手、うん、サイズ選手、ファジーカス選手、森川選手、うん、ツイッターで集めて、うん、で YouTube ではプラス比江島選手も入れて、うんうん、票っていうのを集めさせていただきました。はい、やっぱ森川選手人気っすね。そうだね、うん、まあ、やっぱりこの開幕9試合、うん、10月までは本当に調子良かったし、うん、まあ、チームもそれこそね首位まで1勝差っていうことで、うん、まあ、すごく充実した10月でしたよね、うん、今まで B コルってなかなか勝たれへん印象やったから、そうだね、うん、今季はいいスタートって感じやんな。勝ち越してスタートっていうのはすごいですよね、うん、まあ、あとツイッターでね結構意見があったのはやっぱり比江島選手とか、うん、藤井優真選手、うん、確かに今シーズン2人ともね12得点以上ここまで決めてるんで、すごくまあエースとして頑張ってるなって感じですよね。そうやな、うん、ちょっとじゃあ僕らも選んでいきますか。はい、お得意のねフリップでちょっと、はい、書かせていただきます。難しいな。はい、じゃあいきますか。せーの、ドン。はい、総一郎が千葉の富樫勇樹選手、はい、で僕が横浜の森川選手、なるほど、ということですね、うん、まあ、こちらもファンの方とのね、うん、アンケートの結果と近いですけど、はい、まずなんでですか富樫選手。やっぱり今回同率ながらも首位ということで、なるほど、やっぱり富樫選手が一番目立ってたと、はい、まあ、プラスで10月9日の群馬戦には28得点と、うん、富樫選手の得点力見せてくれたり、うん、クラッチで8分の6ということで、うん、3その日、まあ、すごい決めてたし、やっぱり20得点が9試合中4試合ということで、うんうん、やっぱり印象があるなっていうのは。確かにね、うん、今シーズンも勝負強さ発揮してますよね。してる。で、僕はまあ富樫選手をすごい迷ったんですけど、うん、森川選手かなと、うん、なるほど、横浜のね、はい、やっぱりこう今まで B コルってなかなかこう開幕から苦しんでたイメージがあったけど、うん、今シーズンに関して言うと5勝4敗のスタートっていうことで、うん、この10月は、うん、まあ、本当にフランチャイズで一番いいスタートを切れていて、まあ、そこでやっぱりこの森川選手が今平均 13.6 得点決めてて、うん、日本人で言うと4番目かな好成績なんで、うん、やっぱそこ引っ張ったのは森川選手かなと、うん、僕あのバスケドークでも毎週 MVP 出してるんですけど、第2節でも選んだのが森川選手だったので、まあ、やっぱり今シーズン森川選手調子いいなということで、うん、今回選びました。
ました。なるほど。はい。やっぱ森川選手、熱い男やしな。うん。いいよな、なんか。そうなのよ。うん。やっぱりね、応援してるって気持ちもあるし、うん。今回も申し分なく MVP ですね。なるほど。ということで、2for1的 MVP は、うん、千葉富樫選手と横浜森川選手ということで、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと続いて西地区見ていきましょうか。はい。まあ西地区のね、まずは順位表から見ていきますか。はい。じゃあ発表させていただきます。1位、琉球ゴールデンキングス、7勝2敗。2位、シーホース三河、7勝2敗。3位、広島ドラゴンフライズ、7勝2敗。4位、島根スサノオマジック、6勝3敗。5位、滋賀レイクスターズ、6勝3敗。6位、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、5勝4敗。7位、信州ブレイブウォリアーズ、5勝4敗。8位、大阪エベッサ、3勝6敗。9位、三遠ネオフェニックス、3勝6敗。10位、京都ハンナリーズ、2勝7敗。11位、富山グラウジーズ、1勝8敗となっております。はい。まあ、こちらはね、琉球ゴールデンキングスと広島ドラゴンフライズ、あとシーホース三河が7勝ということで。うん。広島はね、今シーズン補強してすごく強くなりましたけど、うん、まあ琉球とか三河は相変わらず強豪だなって感じしますね、うん、そうやな。あとは4位に島根がいるっていうことで、うん、プラス5位に滋賀と。そうだね、うん、そこもね結構サプライズというか、うん、だいぶサプライズ頑張ってるよね、うんうん、でまあ名古屋とか信州もね、うん、しっかりこう勝率5割超えててっていうところで、うん、どうですかね候補としては、うん、まあ琉球とか結構まんべんなく活躍してるイメージあるけど。そうやな、うん、やっぱりエヴァンス選手。エヴァンス選手ね、日本人選手でいうと岸本選手、田代選手とか、うん、まあ、あとクーリー選手はね、うん、ダブルダブルでリバウンドも1位ですし、うん、まあ、やっぱ層が厚いなっていうのが厚い琉球ですからね、うん、三河で言うとガードナー選手、うん、相変わらず点取ってくれるすごいね、うん、で広島で言うと、まあ、辻選手かな、うん、今シーズンね移籍1年目だけどすごく活躍してますよね、うん、なんか爆発した試合めっちゃあったしな、うんうん、間違いない、まあ、島根はね、まあ、僕らも特集動画出しましたけども、うん、安藤誠也選手が、うん、最初からもう本当にすごく調子良くて、うん、まあ金丸選手もだんだん調子上がってきたし、うん、って感じですかね、うん、あと滋賀で言うと帯底選手とか。帯底ね、うん、あとキーファーラベナ選手ね、今シーズン入ってきて、うん、サディラベナ選手と、うん、兄弟ということで、うん、2人で盛り上げてますよね。そうやな、結構いきなり日本に順応してるよね。そうだね、うん、めちゃくちゃ得点も取れるし、うん、いい選手ですよね、うん、名古屋も斉藤匠選手とか、うん、めちゃくちゃ調子いいし、うん、新州でやっぱりなんといってもね、岡田優太選手が今本当にブレイクしてますよね。そうやな、うん、って感じですかね、西地区はね。はい。じゃあちょっとツイッターと YouTube の方にファンの方からのアンケート結果来たので、うん、そちらをちょっと紹介しようと思うんですけども。はい。こちらですね。うん。うん、まあ、こちらやっぱりね、岡田選手が人気ですね。うん、そうやな。ツイッターでも YouTube でも1位と。うん。うん、あとはクーリー選手。うん。こちらもやっぱ票を集めてるな。まあやっぱり琉球はね、うん、西地区首位ですしね、うん。あとまあツイッターでコメントがあったのは、うん、寺島選手。うん。広島の、うん、もうすごく調子がいいと。まあ、寺島選手なんかは今季スリーポイントが 46% ということで、お、今まで2シーズンは 30%30% やってるけど、うん、いきなりドンと。すごいね、うん、まあ、僕らが行った試合もねすごく活躍してたしね、うん、広島もいい感じですよね今シーズン。そうな。じゃあちょっと僕らも選んでいきますか。はい。はい、いきましたかね。はい、いきますか。じゃあ、はい、せーの、ドン。はい。総一郎がダバンテガードナー選手。はい。僕が岡田優太選手。なるほど。っていうことですね。うん。どうですか、ガードナー選手は。まあ、三河の成績を見てほしいねんけど。確かに。うん。7勝2敗っていうところがやっぱすごくて、うん、今季、やっぱその、オンスリーが、他のチームかなり増えてる中で、うん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 、三河はオンスリーができないと、うん、プラス11人で戦ってる中で、うん、ガードナー選手がやっぱり相変わらず活躍して、うん、平均得点も6位で 20.1 得点と、うん、っていう形で、うん、やっぱりそのガードナー選手が三河を引っ張って2位まで押し上げてるなっていうのが、うん、やっぱり MVP かなと10月は思いますね。新潟戦ではねブザービーダー気味にシュート決めて勝ったりしてたんで、うん、まあやっぱ勝利に導いてるっていうところではすごかったですよね、うん、そうやな、うんうん、まあ、僕はやっぱ岡田選手ファンの方もねアンケートみんな圧倒的でしたけど、うん、やっぱり今ね平均 18.6 得点で日本出身選手としては1位だし、うん、チームもね5勝4敗ということで、うん、まあ、去年は6連敗の開幕スタートだったんで、うん、それは考えるとやっぱり岡田選手の加入でね、うん、一気にこう上がってきたなっていう感じもしますし、うん、そうやな。でもあの開幕前のね、うん、あの討論会の時に僕が挙げてたのが岡田選手ね、注目選手、うん、まあ、期待以上の活躍だなっていう、ここまで。そうやな、うん、27日の北海道戦もな、うん、最後3、2本ポンポンって決めてな、そうそうそう、あれ勝負強いなって感じだったよな、うん、
富山戦もね、うん、開幕戦でいきなり3決めて勝ったりしてるし、うん、本当にその勝負強さが見れるんで、うん、10月の MVP に選びました。なるほど、はい、はい、ということでね、まあ、2for 1的 MVP は、うん、ダバンテ・ガードナー選手と岡田優太選手ということで、うん、はい、おめでとうございます。はい、ということで今回はね10月の MVP 選んでいきましたけれども、うん、まあ、今シーズンからねこれ新しくやってるんですけど、はい、毎月選んでいこうと思うので、うん、はい、またあの Twitter とか YouTube でもアンケートを取るので、はい、皆さんぜひね参加していただければと思うんで、うん、よろしくお願いします、はい、コメント欄にな、うん、他の選手がナンバーワンだぞと、うん、そういったコメントもよろしくお願いできればと思います、うん、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは2for 1でした。